気持ち悪い、何この絶対ポルカやろ、絶対ポルカでしょ。ここがねねちの部屋、え、マジで言ってる？ねちねちねねちってこと？え？ガチ？え、これポルカじゃないの？ポルカが改造した？だとしてもやばすぎるでしょ。ポルカの部屋、せんま熱いし、なんやこれ、あっちゅ、びっくりするやん。これ騙されんのかな、ねえち気づかずに歩いちゃいそうじゃね。そこは感圧板置いても何もないの、わかるくない？え、ねねちそんな頭いいかな、どう思う？そこまでバカじゃないでしょ。ねねちだよ、何も疑問に思わず気づかずに歩くと思うよね、まず。で、カチッっていう音してちょっと焦る。多分絶対わからんと思うよ。うん。ねちねちねねちへ。なんか豆知識書いとこうかな。ヤゴーが常に笑顔なのは人に好かれるためなんだ。これ切り抜きで見たね、これな。ヤゴーはなんかいつもなんで笑ってるんやろうっていうのがあったんだけど、そう、なんかお坊さんの教えで常に笑顔の人の方が成功率が高いみたいな、そんなようなやつで。ここね。え、ヤゴーが常に笑顔なのは人に好かれるためなんだって。なこれ、なこれ、なんか怖っ。ちょっと登りやすいようにしたら看板立てられちゃったんだけど、誰この看板立てたの、何それ、何、何の豆知識、怖いんだけど。ヤゴ、ヤゴ自分で書きに来たかな。姉ちゃんに俺の秘訣教えちゃおっかなって言って、あっちよ。なにこれ、ねちねちねねち、なに、誰がよ、ねちねちねねちにプレゼントくれた。おわー、すごーい。すごい、2個、2個か、64、64じゃないの、2個かよ。なんか誰知ってんのみんな、松井先輩、松井先輩、甘いな、足りないな、ねねねねの愛が。6464だよな普通、みんな甘いよな、2個ずつとか、まったく2個じゃ足りないよね。何このスイッチ、何ここだけ置いてないの、松井先輩スイッチ好きなのかな。じゃあこのヤゴーの名言くれたのも松井先輩かな。ちょっと熱い。ヒン。たとえ世界欺く答えだとしても信じて差し出す手のひら。